はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介する商品はバルナックライカの 3C になります。 3C でもこの後期の段付きじゃないタイプになります。はい、はい、ではまずは外観から見ていきましょう。 3C はですね、まあ特に後期、 3C の後期は特にメッキの状態がよろしくないのが多いんですが、これはかなり綺麗ですね。まあ第二次世界大戦中で物資が不足している時代でかなりメッキの状態が悪いのが多かったんですが、かなり状態のいい感じですね。はい、じゃあそこですね、そこにですね、ちょっと若干ねそれはありますけど、ちょっとなんか薄く、ちょっと動画で分かりづらいんですが、薄くなんか文字が彫ってますね。ほんと薄く彫られてますと、ありがちなメッキの剥がれもないですね。特に大きな当たりとか、ちょっとしたまあエクボはねこの辺ありますけど、大きな傷とかへこみはないですね。まあ、比較的かなり綺麗なものです、三振にしては。はい、あと張り革ですが、こちらは非常に手にしっくりくる、滑りにくいシャークスキンになっております。こちら珍しいもので、シャークスキンの場合はなんかこの割れとか欠けがほとんど少ないですね、私が今まで見た分では。本当に手にしっくりくるので、私は個人的にはこのシャークスキンは大好きな方ですね。はい、じゃあと機構的なものを見ていきましょうか。こちらとボディキャップ付属します。あと機構的なものは当店でフルオーバーホール済みですので問題はありません。ですがとりあえず確認をしていきましょう。オーバーホールの際にシャッター幕を交換済みです。はい、はい、ではまずは巻き上げからいってみましょうか。はい、非常に軽快ですね。 3C は 3F ともまた違った音でとても気持ちいいシャッターの音がしますね。はい、ではまずはバルブからですね。はい、押したままで、はい、閉じました。はい、じゃあとスローですね、 T のところ、はい、よく T が効いてないのがありますが、こちら問題ありません。はい、じゃあ次はあと低速、あ、中速ですね、ごめんなさい、60分の1。はい、しっかりシャッター開いてます。じゃあ最後に最高速の1000分の1を見ていきましょう。はい、開いてますね。ちょっと動画では分かりづらいんですが、こちらはしっかりスピードはシャッターテスターで調整、確認して調整をしておりますので問題ありませんし、あと試写をして、試写をしましたら特に問題ありませんでしたので、その辺はご安心ください。はい、あとその他の動作ですね。はい、フィルムカウンター問題ありません。あとフィルム装填時に巻き戻しもしておりますが、こちらも問題ないです。はい、巻き戻しレバー、巻き戻しノブ、はい、あと指導調整、はい、スムーズですね。あとファインダーも綺麗です。あとハーフミラーが全然20度が見えなかったもので、これは当店で交換いたしましたので、かなり綺麗にクリアに見えます。ご安心ください。あとこれ外付けでね、ストロボ接点がついてますが、こちらストロボ当店で確認しましたが、しっかりとストロボ発光しておりました。はい、であと中ですね、裏底蓋も綺麗ですね、内側も。はい、これ中も問題ないですよ。もちろんですがスプール付属します。はい、じゃあと中、特に腐食とかないですね。これも中清掃してますので安心してください。とこちらロック機構、当店で清掃してグリス塗布してますので、非常に気持ちよく開閉することができます。はい、バルナックライカ 3C のご紹介でした。ここまでご覧いただきありがとうございました。でよろしくお願いいたします。